はいどうも、ブラックパンダです。今回のジャンクはこちらです。こちら、シンクブックですね。レノボシンクブックの、こちらなんと、シール見えますかね。第11世代コア i7 搭載のジャンクになります。こちらね、ジャンクなんですけれども、実はね、バイオス起動するんですよね。で、まあ、バイオスね、見てみると、第11世代コア i7-1165G7 っていうね、CPU 搭載されていて、メモリがなんと 16GB 載ってるモデルですね。かなり強いノートパソコンだと思います。で、問題のジャンク理由なんですけれども、ちょっと分解しますね。はい、分解しました。ジャンク理由なんですけど、ここの、M.2 のコネクターが破損しているみたいなんですよね。それで OS が入れられないとのことで、よいしょ。見た感じ、ここがね、ここの端っこの3ピンが浮いちゃってますね。浮いてて多分1本取れてるのかな、この足が。ここが3本。ちょっと見づらいかもしれませんが、これで見えるかな。この、M.2 のコネクターのね、ここ。足が3本浮いちゃってますね。で多分ね、ここ3本しかないですけど、おそらくもう1本あったはずなんですよね。ただね、まあ、基板のパターンを見る限り、この取れてる足のね、ピンのところは使われてないんじゃないかなと思うんですよ。なのでね、まあ本当はこのコレクター注文してあるんですけど、まあ、交換でね直らないかなと思って注文したんですけど、これ今見た感じだと、ここのピン3ピンをですね、ハンダ付けし直せばまたつくようになるんじゃないかなと思いまして、この M.2 のコネクタ再ハンダして様子を見てみたいと思います。それでね、直ったらもうものすごく短い動画になっちゃうんですけど、まあ、とりあえずねやっていきたいと思います。では、ハンダ付けしていきます。はい、こんな感じで足をね、ちゃんとハンダ付けし直しました。でもこのコネクタがね、若干ちょっと浮いてるのが気になるんですけど、まあ、これで一旦動作確認してみたいと思います。そしたらね、この、M.2 SSD ですね、取り付けていきます。なんででも外れたんですかね、このハンダがね。取るときにね、引っかかってこう無理に取っちゃったとか、そういう感じですかね。よし。これで固定します。そしたらね、バッテリーつけて動作確認していきますね。しょ、スイッチオン。もうついた。お、認識してる。認識してますね。500ギガで OK。 よし、じゃあ一旦ね、 BIOS リセットかかってるので、まあ、時間とか合わせて Windows インストールしていこうと思います。はい、というわけでね、 Windows10 ではなくて Windows11 入れてきました。今からですね、 SSD がねちゃんと動くかどうかベンチマーク測ってみたいと思います。温度もね気になるので、クリスタルディスクインフォも一緒に起動させてます。それではベンチマークスタートします。結果が出るまでカットしたいと思います。はい、まあ、結果はねこんな感じですね。このね数値に関してはちょっとあまり詳しくないんですけど、PCIe3.0×4 なんで、まあまあこんなもんですかね。はい、ということで、まあ SSD はねちゃんと動いてますね。やっぱり気になるのが、やっぱ Core i7、 第11世代の Core i7 がねどれぐらいのパワーを持ってるのかね、ちょっと気になったので、ベンチマーク、CPU のねベンチマークも回していきたいと思います。
ちなみになんですけど、 SSD の温度は、ベンチマーク中も40度を超えることはなかったですね。 SSD 入ってるこの裏のパネルが金属製で、で、まあ、ちょっと分解の時には映してなかったと思うんですけど、ちゃんとね放熱シートも、ついていてですね、まあ、放熱はねしっかりとされているのかなと思いました。でね、次はシネベンチ R23 ですね。マルチとシングルそれぞれ回して結果ね見ていきたいと思います。はい、ということでベンチマーク終了しました。結果はねこんな感じになりました。ついでにですね、僕がメインで使っている、デスクトップ i7-4790K でも測ってみたんですけれども、まあ、やっぱりね世代の違いを感じますね。第4世代最強と言われていた 4790K ですら、まあ、叶わないノートパソコン用のね、CPU とのことで、やっぱり時代ですね。もうそろそろ僕のメインもね買い替えを検討しないといけないのかなと思い始めている今日この頃です。はい、ということで今回は第11世代Core i7 搭載のジャンク、まあ、ジャンク理由はね SSD のコネクタが破損ということだったんですけれども、ハンダをね付け直して、まあ、無事動くようになったという感じでした。まあかなりラッキーでしたね。すごい性能のいいねパソコン手に入ったんでね、まあ、これからで有効に活用していこうかなと思います。はい、それではね今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。